5 4 3 2 1 ここで上がりましたベニシンの金カムロ9カ所同時打ち上げ日本のフラッグを掲げます。白の点滅花火世界平和を表現しています。でこの白芯からの青と白半分ずつの花火や中間色の点滅花火はアメリカのフラッグ友好都市ホノルル市フォートワース市との友好と世界平和を表現しています。ここからは白菊の連発異例の思いを込めています。自差式発光球です。未来へつなぐという意味が込められています。そして千輪の同時打ちを3回連続。世界中で爆弾が花火に変われば世界平和につながるのにという意味が込められています。ここはまさに金カムロの連発。爆弾と花火同じ爆発物でも戦争で流す涙より花火で流す涙の方がどれだけ感動し人の癒しになるかを表現しています。様々な新入りの銀カムロを織り交ぜました。世界各国のいろいろな国々を表現しています。
そして最後は5号と10号の親子フェニックスです。親子のフェニックスが羽ばたきました。いや、